買い付きましょう。こう来たでしょ。ここにね、ここに501から511、まあ、こんな感じでね来るでしょ。この511なんだけれども、間違えて501に行っちゃったわけですよ。501でさ、この503、ね、開いてんのよ、開いてんのさ。ラブチャンネル、これもう一回ルームツアーをね、これやり直すか。お部屋は結構広めでーす。な感じ。こっちがもともと僕がホームページで見てた部屋です。で、眺めは、さっきよりさらによくわかんないです。いきなりお部屋を移動しなきゃいけないことになって、沙織さんが疲れております、ね。そう、さっきこれがなかったもの、濡れおかき。喫煙所は宿泊している建物の2階部分。ではこれから晩ご飯を食べに行きます。売店はこちらです。さっき見ました、私売店こちらが噂の露天風呂から入っていく感じ。でもなんかそう、511、もし間取りが良ければもう少し近くまで持ってくれますが、あ、大丈夫です。あ、どっちみち横向きなんだ。あ、このスタイルだったらそっちでもいいですか。あ、はいはい、ありがとうございます。斬新じゃないこれてかもう斬新すぎるでしょこのスタイル、ちょっとまずじゃあ飲み物を頼んで、飲み物はさ、誰に頼んだの？お姉さん。お刺身は？マグロなんだ。ガール。あのスリルチキン。メンチカツ。こちら天ぷら。やばー、パタパタガール。美味しそう。具材の入った鍋に出汁を入れます。はい。これマジ普通に美味しそう。思ってたより早い。火をこ。結局バイキングっすよね。じゃあ今日のお料理ご紹介です。自分で作るステーキです。これが嬉しいね。またまた一夜干し。メンチカツ、鶏肉とハンバーグと白身魚、ナポリタン。沙織さんなんかヘルシーのサラダ、茶碗蒸し、お刺身。もうちょっと綺麗に盛ったらいいの。お刺身ウール貝じゃない。だいぶきりたんぽがいい。でも火消えるまで煮とけってこと。これが楽しみでしょうか。何これ。え、こういうの普通いつも飲んでるのこれ。激夏秋冬限定、今夏になろうとしてる。マグロ入荷します。エビ餃子、ヒレ酒飲んでます。モンチッチとハタハタが大好きなもんです。今回はステーキではなくハタハタをいっぱい食べる。デザートに突入。一個持ちますよ。美味しそう。白玉。アイスの上のサラダ。そうですね。アイスこちらです。おお。上手。お茶とか。お茶ですね。ウーロン茶でよろしいですか。嬉しいよね。アイスそれないとこないじゃん。これまさにびっくりドンキーだよ。泣き場のなんだかソフト。このチアタもソフトクリーム。これはアイスだ。これもう一回だ。サイゼでおなじみのコーヒーゼリーイン。一番ね。いやー、ここ結構デザートがいる。
ちらに立ってください。ちょっと回転いいね、どうぞ。ものすごいいぶりが、なんかすごいね、柿が。ご飯はよろしかったかと思います。おはようございます。だから朝ごはんに行きます。昨日タケル負けちゃいましたね。511です。純菜がこれを入って、じゃあクランプを、いいな、書いてるのに、こう焼きそば、ナゲット、ちくわ、磯辺揚げ。結構朝ごはんがよろしいかな。ささかま、からしきゅうり漬け、前菜でございます。卵お味噌汁、スクランブルエッグと、このベーコン。あんまり普段ナス食べないんですけど、これってすごいよね。他純菜もいいんじゃない。すごい美味しい。フランチトースト、ベーコンエッグ。次はテイクアウトサービス。今日の天気はどうでしょう。ここは夜一晩中鍵が開いていた。もう先にジンギスカン食堂があります。寒い、チェックアウトしてすぐ帰ってきちゃってるんですけど、春割クーポン2人分なんで4000円、以前の県民割はいろんなところ、今ちょっと小島の前通ってるんですけど、小島とかでもコンビニとかでも使えたんだけれども、今回はなんかお土産に限定されているらしくてですね、ホテルのお土産売り場とかでしか使えない。前のはあのホテルの飲食代、ご飯、夜ご飯の時とか飲んだお酒とかそういうのにも使えたんですけど、今回はお土産をっていうのにすごく特化してるらしくて、使えるところが前みたいになくてですね、まあ道の駅、とにかくそのお土産を買わないといけない。で、まあ調べた結果、今こうついたんですけど、こちらですね、まるごと市場使えるみたいなので、こちらでこの4000円分ですね、使っていきたいと思います。チャンネル登録お願いします。おはい、じゃあヤンニョム、流行ってるっぽいヤンニョムチキン。はい、こちら今日の戦利品です。お土産品です。こちらカーズの子、お正月賞味期限が近いスタミナゲン。ほんとでれー、半額。これさっと焼いてさっと食べないと、なんか刺しだかなんだか。はいはい、マジってことはない。こちら本日の大物です。